1,2,5 そうだ、エフェクタービルダーのね、何対談ということで、はい、あの橋爪君に呼び出されまして、今日の演出でやっておりますが、呼び出した感じはですか。あ、違うんですか。あ、まあ、呼び出した。そうですか。うん、あの焼肉をおごってくれるということで呼び出されたんですけどね。うん、ぜひ。橋爪君がね、イデアサウンドサウンドプロダクト、はい、うん、っていうね、あのブランドをやってまして、はい、まあ、新進気鋭のエフェクターブランドですよね。はい、だいぶあの売れっ子になりまして、うん、誰のおかげ？佐藤さん。そう言われちゃうとね、これもね、まんざらではない。いや、ごめんなさい、本当に。うん、あの、まあね、あの、僕ばっかりじゃないんですけどね、あの、いろんな人の力を借りてね。いや、もちろんそうです、ね、うん、はい、大きいブランド、大きいってこれからね、これからです、うん、っていう感じですよね。今ちなみにエフェクターって何機種？今、ひずみ系が3機種、うんうん、あと、あの、大人のおもちゃ機種出してるんですけど、うんうん、あと大人のおもちゃは何機種でした？ね、あ、その2機種だ、で、出てる2機種で、今肩を取ってなんかやってるらしいね。そうですね、もうあの7年以上奴隷経営だったんですよ。最初から奴隷でしたね。うんうん、うん、ちょっと手向けが奴隷経営になっちゃったね。奴隷さん奴隷ね。あー、僕も伸ばしようと思います。うん、ダイヤの話は好生活は素敵ですね。法律紙に殴られるからね。僕ちょっと行っちゃいますね、うん、そのね、華奢なんでも。そうだよね、うん、あのトイレ行こうと思ってさ、すれ違ったらさ、膝が溝落ちが入ったことでは何か、うん、すれ違うのもちょっと命がけで。そうだよね、うん、なるほどね、うん、まあ、そうたまらぬわけですね。ああ、僕もそうだね、うん、何の話してんの？エフェクターの話してんの？ほら、リンクですけど、あとで対談してる。去年はね、あのほらキャンプとかさ、バーベキューとか全部流れちゃってね。そうなんですよ、台風で。今年はちょっとね、頑張っていきたいよね。いや、行きたいですね。あ、本当楽しかった。うん、まあ、じゃあ北田君に琵琶湖に行くから案内してね、って話をしたんです。琵琶湖って泳げるの？あ、でも、確かありましたよ。泳げるの？僕、あの動画で知りますね、僕は。うん、ね、まあ、前に伊豆でキャンプしたんですよ。俺とリーチもあったら泳いでたな。そう、僕知りますよ。あ、でも多分ね、浜辺、確かありました。ありますか。うん、海水じゃねえから沈んじゃったな。あー、そうですね。うん、まあ、夜空ナマズから釣り出すのもいいやん。あー、またお願いします。うん、うん、釣りデビューしたんだよ。そうなんだ。初めて釣り部は釣り部。おー、うん、なんか知らないけど、釣り部のさ、ツイッターの背景画がさ、ポイントしたんだよね。はい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 。あ、ちょっとかっこよく、あ、そう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 、シルエットみたいな、うん、かっこよいと
釣りをしてないからさ。まあそうだね。カトバとかだね。次やりましょう。橋本君のところは今後の新しい展開とか考えてる、うん、あ、あります。去年の9月か。うん、9月に、まあ、今、すごく準備していただいたことが、うんうんうん、あのその流れで続け、はい、のぼりもありますし、あともう、インターン隊でも、こういうふうに考えてる。なるほどね。いつもさ、そのさ、思うんだけど、音決めのポイントとかってどういうこと？基本的には、うん、ポイントっていうのはなかなか難しいんですけど、基本僕は弾きやすいって感じ。なるほどね。うんうん、ビルダーにしては珍しいプレイヤーだよね。そこは、うん、そこは、うん、レッスンとかもやってるね。そうです、うん、俺も個人レッスンですよ。男、うん、しか見てないってすごいですよ、ね。うん、でも僕も個人レッスンで同じなんですけど、美少年だったら本当に。その中に 0.1% ですよ。頑張れば。あ、なるほど。可能性は美しくない。性別の差なんか軽々と乗り越え宣言されました。うん、リスナー美少年ですよ。よろしくお願いします。うん、今後もちょっと歪み系ペダブで、うん、世間を驚かせるようなものを作っていきたいと思いますので、なるほど、ご注目いただいてですね、うん、まあ、彼のところもね、絶対音がいいのは当たり前だったんですけど、比較的リーズナブルだよね。あ、そうですね、わかりやすい、うん、そういうイメージを美しい、ぜひ作ってください。なるほどね。で、ポイントは何ですか？あ、もうじゃあちょっと今行きますか。今日ここ近くなの？ここで買い、うん、あの関係ない人も溺れるの。結構ほら、自宅のね、キャッキーかって今結構いっぱいいる。もういっぱいいらっしゃいますね。間違えましたね。今日間違えました。ちょ、個人的にじゃあ、じゃあ個人的にあの、あ、うん、ということで、ということでね、うん、よろしくお願いします。医者と今後とも仲良く、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。また呼んでください。はい、よいしょ。意外と下ネタが出てこないですよね。なんかこういう場だと特にもうちょっとはっちゃけてもいいんじゃないかなっていう。意外に真面目。いや、いやいや、いや結局バレるんですよこれ、うん、言ったら、うん、いやいや、ないですよ。そんなことあるわけないじゃないですか。本当にあるってことで、いいもう、はい、さしてくださいということですね。いいですか。そんな悪口ないっすよね。言うほど知らないんで、はい、まだ言うほど知らない、言うほど知らないから、夜を共にしてほしい。深いじゃないか。悪口、斉藤さんの口臭い、足臭い、手臭い、腰臭い、腰臭い、うなじ臭い、臭い、まあ、全然匂いしないです、斉藤さん。ありがとうございます。